ライフスキルコーチのミスターおかっちです。たったの1分ですごい自分を作る、そんな魔法のおまじないを紹介しています。今日は電信柱に頭をドンぶつけてしまって痛い時、そんな時に使えるセルフトークです。 OK、 レッツドゥイット。痛いの痛いの宇宙の果てまで飛んでいけ。こんな感じ。これベタやけどめちゃめちゃ疲れます。